オットーブルンフェルスオットーブルンフェルスはドイツの神学者、植物学者である。カール・フォン・リンネによって植物学の父の一人と称された。マインツに生まれた。マインツ大学で神学と哲学を学んだ。マインツのカルトジオ会の修道院に入り、その後シュトラスブルク近くのクニックスホーファンの修道院に入った。シュトラスブルクでニコラス・ジャーブルと出会い、 ハーブの効能について聞かされ、植物の研究に熱中するようになった。ウルリヒホンフッテンらとともに修道院の改革に乗り出し、彼はシュトラスブルクのカルメル会の学校長として8年間、務めた。1550年に皇帝の命令で、ルーベン大学が重要な異端者のリストを作成し、公開したが、その最初にブルーンフェルスが挙げられた。 デジデリウス・エラスムスに反対し、ウルリヒフォン・フッテンを擁護し、ヤンフスの遺産からの原稿を公開した。1527年のブルンフェルスのカッタラギー、ビローラム・イラストリアムは、福音派の教会の歴史の最初の本であると考えられている。ウルリヒフォン・フッテンが死んだ後、ブルンフェス、イスに移り、バーゼル大学で医学を勉強し始め、1532年に没することになるベルンで、 死死となった。進学に関する著作の他に、ブルンフェルスは、教育学、アラビア語、薬学、昆虫学、植物学の論文も発表した。植物学の分野では、本造社製図符で知られ、他に、コントラファットクローターバッジを刊行した。ナスカの植物族ブルンフェルズアは、ブルンフェルスにちなんで、命名された。本造社製図符は、ブルンフェルスが収集した。 ドイツの植物にドイツ名を添えてディオスコリデスなど昔の文献から引用した説明文に木版画の図版を配した。図版はアルブレヒト・デューラーの弟子だったハンス・バイディッツが描いたが、その絵は大胆かつ聖地で従来の型通りの雑な絵とはア然とするほど違っていた。博物学において図版を精密にコピーできる規範画の可能性が日の目を見た一冊だった。 本蔵社製図譜で成し遂げられた図版の革命は、レオンハルトフックスらの植物書に引き継がれた。出版業者、クリスチャン・エゲノルフは、本蔵社製図譜から多くの図版を流用し、本草書、ハーブ、木、低木、野菜や穀物を出版した。本蔵社製図譜の出版社、ヨハン・ショットは、エンゲルノフを著作権の侵害で訴えた。ロバート・ハクスリーチョ、 植松康夫役、西洋博物学者列伝アリストテレスからダーウィンまで、有所館、2009年ウィキメディアコモンズには、オットー・ブルンフェルスに関するカテゴリーがあります。ブルンフェルスは、植物の学名で命名者を示す場合に、オットー・ブルンフェルスを示すのに使われる。ありがとうございます。